おこの曲はこのまま市川樹南、まさに樹南の合同興行となってしまいそうであります。さあお客さんは誰が出てくるか分かっている。今宵出てくる大物はこの男です。さあ出ました、小島さとし。そう、彼は今新日本プロレスからノアマットに参戦しております。この祭りにぴったりの男、市川をどう料理するのでしょうか。さあもう市川はまさにまな板の恋状態であります。タグチャンピオン238番の小島さとし。なんと新日本プロレスの選手がこの合同興行に上がってまいりました。 GH タグチャンピオンです。さあ早くも市川が戦意を喪失しております。第4試合のシングルマッチは X 小島さとし。まあいろいろあってこの X 対のは小島さとし選手かなりあの定着してるんですよね。そうですね、今年4月のノアの両国大会史上最大の X として登場してからもう、はい、もうミスター X というかね、そうですね、 X といえば小島選手みたいになってましたからね、まあ、まさかねでもこの今日の X にね新日本プロレスの小島選手が来るとは思わなかったですね、はい、そうですね。さあ会場の期待感はマックスに達しています。浮かない表情なのがこのまま市川。おっと早くも小島の大胸筋がピクピクと躍動しております。さあしかしながらこの市川も大物との対戦経験は豊富であります。過去対戦した大物は長州力、藤波辰巳、天竜源一郎、高山義弘、川田俊明、秋山純、船木正勝など、こんなに大物選手と戦っている人も珍しいですよね。 いないですよね、今年7月には武藤敬司選手とも、ね、戦っていましたし、ブッチャー選手とも戦ってましたよね。そうですよね、まあ、そういう意味では経験は豊富だ。おっとおっ、ドロップとホールド、そしてお天場ダッシュを見せています。さらにおっとクロスボディは自爆です。距離足りなかったですね。そんな自爆ですね。全然届いてないよ。おお、早くも黄金の右、ちょっと早すぎませんかね。これはスタンダリアット、おっと